手押しゲット。あいつやるな。ふっと。じゃないか。ちょっと驚いたよ。よ、あそこのペア、登り方をはん。ああ、聞いてみたらどうだ。なんかやる気ねえな。面倒なんだよね。生きるも死ぬも。本部長みたいな鬱陶しい奴がいないといいな。いや、聞いたか。真の自由の発頂上にたどり着けば悪夢から解放されて真の自由が手に入ると。真の自由って僕でも自由になれるのか。ともかくそれには上に行かない。よしてくれ。僕は君だって蹴落とすかもしれんぞ。目が覚めるとここでのことはきれいさっぱり忘れちまうんだ。なのに気がつくとまたこの場所に戻って、ここ何日かはこの形状のルーティンさ。わかるんだ。いやだ。どういう意味だ。下から追ってくるんだよ。とりあえず落ち着く。クールじゃない。よくここだ。死ぬんだ。傷。俺の全身傷だらけ。違う、俺の血。おい、もしかして俺。頼む、出ないといつかあんた。キャってことはカモじゃなくて、ああ、あっちに技の相談してる羊がいるからな。登り、せっかく引いた石をあいつらいつかまとめて。なるほど。毎晩毎晩疲れるぜ。やっぱあれかね、二度あること。サンドウェッジ、それ何でもいいですよね。この上、大物が来そうな雰囲気。そうだな。ではまず、私が編み出した技ですが、繰り返しについて説明をしよう。石を引いたら、ぶら下がりで反対側まで移動しよう。狭い足場で特に重要となる。正直、まだあります。押し崩しについて説明をしよう。積んである石が穴だらけで不安定だったら、思い切って押してしまうのもわざと石を崩しを。使いどころ。ああ、それで言うと壁きっかけについて説明をしよう。辺を利用すれば壁になっている石にも引っ掛けることが可能だ。石を引っ掛けられる場所は石を壁に。なるほど。いいちゃい。なるほどね。おい、分かってるよ。串刺しの罠も通用しないなんてね。
見ていて面白いよ。怯えたまま道の途中で運任せに朝を待つ羊とはあんたは違うみたいだね。先送りにしたって長引いてしんどいばっかだろ。第4問、キスやラブシーンを数々の相手とこなす俳優を羨ましいと感じたりしますか？選んだのはそっちか。本心だと受け取っておくよ。なあ、他の奴らをここに落としたのも同じ奴なのか？他の羊に構っている暇はないよ。生き延びたければね。ほら、今夜もあんたの命を狙う者の声が。またか。ついに今夜の最終エリアだ。敵の攻撃に翻弄されないように地形をうまく利用しよう。うわぁ、何なんだよ今度は一体。ちょっとマジ勘弁してくれよ。
手押しゲット。エッジ、エッジ、ドッ。よし、ゲット。ついた。分かってきたぞ。扉を開けろ。通るってことだな。おめでとう。見事な登りっぷりだね。これで第三階層拷問形状は終わりだ。これならまだまだ先まで生き残るかな。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。またいいんだよ。つか、やっべ。今俺、名前、言い訳言い訳、いや、俺、今、なんつったキャサリン。あ、ごめん、てか。いいよ。でもちょっと照れるかも。照れる？私のこと、名前で呼んでくれるの、初めてでしょ？名前？キャサリン？なーに、ヴィンセント。いや、なんでもない。てか、マジかよ。ねえ、もしかして、怒ってる？いきなり押しかけちゃったし。え？押しかけた？怒ってるっつか、驚いて。ヴィンセント、私に会いたいかなって。え、そのなんて嘘。私が我慢できなかったから来ちゃったの。昨日はすごかったね。私あんなことするの、その初めてだったから。え、つーか俺なんかしたっけ。言わせんの？エッチなんだから。待って、タイム、タイム10秒だけね。あのさ、君はなんで俺に？気に入ったから。ねえ、ヴィンセントは私のことどう思ってんの？いや、かわいいと思うよ。ありがとう。あとは？あと？かわいいだけ？いや、なんていうか、羨ましいっつうか、自分の好きなように生きてますって感じが。何それ、別に普通のことじゃん。ねえ、ヴィンセントも好きなようにしていいんだよ。その代わり、浮気とかしたら許さないからね。浮気？俺、君に言わなきゃいけないことが。つか、やべえ。